ちょっと遊んでから帰りたいですよね。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。どうですか？うちで遊んでって、どうです？お客さんどうです？遊んでいきませんか？ちょっと見てるとどうですか？遊んでいきましょう。
ですか? いいこと言ってますよ。 いらっしゃいませ。 おい。 何? おい。 何? ですか? おお! ちょっと! 寄ってって!
ねえ、ちょっとお兄さん。おい。ええ。いや。何？ああ。ん？はあ？ちょっと下がら。待てっつってんだ。バーカ。ちょっと。って口がくせんだよ。なんなんだ。欲しいな。おい。お。
何？橘不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。おっとちょっと、あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？お？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラメラメ、レンレンラメ。ち、わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で、橘不動産と仕事をしたことがあるってやつは。なるほど。
飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。ベルマン教えて。そこは適当に合わせておいてさ。金ならあるって。